世代で葡萄酒作れたらすごいいいなと思いながら防空壕だったところが葡萄酒庫の離れな、今あの梅酒とかをつけてます。そのなんとか残せないかなっていうのは、木製の建具とかはもともとお店で使ってた建具を再利用したりだとか、あとは先々代が残していたまな板用の無垢板、それをリビングのテーブルに変換したりだとか、まあ元プロの料理人なのでずっとこうキッチンのそばにいたい2人でもありますね。冬はもう本当に骨が凍るほど寒くて、まあ、その吹き抜けっていうのは夏場、まあ、風通しが良くなって、冬場はまあ暖気が下にこもるように、まあ、冬支度を考えて計画しました。お店をやってた頃は子供でもお手伝いしながら、今はみんな嫁いだりそれぞれの場所で暮らしているんですけど、まあ、お盆とかお正月は変わりなくここにみんな集まるので、その親族みんなが誇りに思ってる場所だから、なんかこう残せないかなと思って、これからをやっぱり考えたプロジェクトだったので、まあ10年後20年後あ残しといてよかったなって一言こうポッと出るといいなとは思ってます。